この本体は100分の1スケールとなっていておよそ18センチおなじみのこのポーズですねこれできます歩くガンダム踊るガンダム本体だけでも十分楽しめますディスプレイスタンドにセットすれば浮遊感のあるポーズも撮らせることが可能これがビッドオンフォームまたシルエットが変わるところがいいですねまあ一口にガンダムと言ってもそれぞれが違いますねウォータの秘密基地ウォータファの 秘密基地どうかはごれに皆さんこんにちはまたはです今日紹介するのはこれだお全国のガンゲャロ集結せよいやーこれ楽しみにしてました早速見ていきましょうパッケージはまず光沢感がありますでね中央部分にガンダムエアリアルが映っていますこの本体は100分の1スケールとなっていておよそ1 8センチ ダイキャストの,あの超合金ブランドなんてねダイキャストパーツが使用されていて、まあ、程よく重さがあるっていうのが一つ特徴ですねパッケージの横いやーこれ本編見てると謎が謎を呼ぶモビルスーツなんだよなこないだ第1クールが終わったところだけど見れば見るほどね結構謎を呼ぶ <laughs> 物語だよね関節や各部パーツに超合金の特徴であるダイキャストをふんだんに使用 ずっしりとした手触りだけでなく金属のマテリアル感などを楽しむことができる頭部に発酵ギミックがあります同い年臨場感のある展示が可能完成品ならではの存在感を感じられるこういった武装も付属していてスタンドもあって充実しています箱の大きさは完成品の100分の1スケールの超、まあ、合金だったりメタルビルドと、まあ、大体同じぐらいですブランドは違えど統一感があって良いアっけろあけろ まずはブリスター。紙類。説明書に、発泡シロールの本体。せーの。じゃーん。このようにね、入っています。この超合金トイは、このブリス、あの、発泡シロールに入っていると個人的には嬉しいです。なんかこう、宝物感が増すよね。あこういう風に入っています。おー。いいですね。あやっぱ箱から出してすぐ、 こうね、遊んだりできるっていうところがやっぱ魅力ですね。いい。重量感に関しては後でも言おうと思うけど、そんなに重くはないです。他にも発泡スチロールにはこういった小物も入ってるし、ブリスターはこんな感じで、ハンドパーツやビームエフェクト、ビームライフル、あとは替えの予備のね、ブレードアンテナとか、あとは特徴的なガンビット、こういった武装が充実しています。あとはディスプレイスタンド関係ですね。 じゃーん中身をすべて取り出し、ディスプレイスタンドには付属品などを取り付けてみました。というわけでまずは付属品やディスプレイスタンド見ていきましょう。ほとんどのパーツがこのディスプレイスタンドにセットすることができます。これは嬉しいですよね。ビームライフルにエフェクト類。それからこっち側がハンドパーツ。あとこれはシールドのグリップ。そして全11個のビットから構成されているシールド。 これは組み立てるときベースパーツに取り付けるという感じになっています。後でそれぞれ詳しく見ていきましょう。さあお待たせ。これが本体です。劇中の主人公の17歳の女の子、スレッタ・マーキュリーが乗り込むガンダムエアリアルですね。スレッタにとっては家族です。 うん、ガンダムが家族ってこう言い切れるところがなんかすごいよね。まあこそれは多分物語を見ていくと今後いろいろ分かっていくんじゃないかなというちょっとね怖さもあったりとかするんだよね。自分がまずこの商品で感じたことはとにかく設定画に忠実。 それはカラーリングも同様だし、えー、プロポーションなんかもそうですね。さっきもちらっと触れたんだけども、えーとね、ダイキャストが使用されているんだけども、そこ、他のメタルビルドだとか、合金パーツを使ったガンダムトイなんかと比べると、割と軽めな感じです。頭部なんだけども、ちょっとこう上半身と合わせてみるとわかると思うんだけど、だいぶ大きいんだよね。設定に忠実な、この頭の大きさを再現しています。これはね、僕個人的にはすごい嬉しい。ブレードアンテナも、 かなりシャープに作られています。予備がついているので安心ですね。あとフェイスパーツもいいですね。目が結構大きくて、見る角度によって印象が変わります。それから全体の成形あの、カラーリングなんだけど、ホワイトは、これはね、成型色ですね。ツヤが抑えられたホワイトになっています。それからこの額の部分、ここのクリアーパーツとっても綺麗で、中の赤い部分がはっきりと見えます。次は胸部。 ここもまた設定に忠実なブルーになっていてブルーの部分は光沢感がありますイエローは一部ダイキャストのパーツもあってここはゴールドで再現されていますところどころにマーキングなんかもあってこれはそうだねうるさくならない程度というかメタルビルドとかに比べるとだいぶシンプルな感じマーキングの赤は柔らかいカラーリングで少しピンクに近いような色合いとなっていますそれから赤い部分は半光沢といった感じのメタリックレッドになってますね カラーリングに応じて、艶を分けているところも一つポイントかなと。精密感を高めています。あとは何て言っても各部でチラッと見えるダイキャストパーツですね。まあ、こういったキラッとしたところ。主に内部フレームで使用されています。こういったところもそうですね。それからこのシェルユニットですね。劇中で発光する部分。ここはクリアーのスモークブラックとなっていて、中が見えるようになってるんだけど、はっきり言って明るいところで見ても何にもほぼ見えない感じ。 ここは残念だね。この額のところはかなりいい色なんだよね。できれば中を見えることが一つその売りでもあるんだったらもうちょっと薄い色でもいいかなと思ったけどね。まあ設定に、まあここも設定のようなカラーリングになってるんだろうな。あとはホワイトの一部分、部分的にグレーの、まあ、マーキングのような塗装があったりとかするんだけど、こういったところがいいんだよね。あとシルバーなんかもあって。 成形色って一歩間違えるとすごくチープな感じするんだけど、うん、こういう部分塗装が非常に効いています。あとはこういったところですね。直接ダイキャストパーツを触れるところっていうのが、実はあまりいなかったりとかするんだけども、重量感は十分感じるし、まあ良いのではないかなと思いますね。よーくこのパーツ単位で見ると、使われている箇所は結構多いですね。後ろもクリアパーツになっていて、どこから見てもね、情報量があります。 バックパックを外し、ここにスイッチがあります。このようにオンにすると、リアのセンサーも発光します。正面から見てみよう。こんな感じ。ああ、そうだね。今かなり、僕はライティングもしてるんで明るいところではあるんだけど、一応光ってるようには見えるかな。こんな感じです。離れてみると、こんな感じ。うーん、光ってんのか、光ってないのかっていう絶妙なところだな。 明るいところではこんな感じなんだけどちょっと暗くしてみよういろんな照明を落としてみますうんこの目とあと後ろのこのカメラがねよく発光しているのが分かるかと思います個人的には目の発光も嬉しいんだけどやっぱりこのシェルユニットが光ってくれるとなお嬉しかったんだけど可稼働もあるからまあちょっと仕込むの難しかったかなとは思うんだけどね まあ劇中で光ってる印象が目だけじゃないっつうのも、まあちょっとどうしてもそこは期待しちゃうところだったのかなという感じですね。それから可動この商品は特別稼働を重視したモデルではなくて、まあ必要最低限といった感じですね。頭部がボール。それから肩。これ2段階で稼働します。 ここまで持ち上げることができて、腕単体と、あと内部フレームを合わせれば、まあ、約90度といった感じです。で、この内部フレームは、この肩アーマーと連動して、内、外側、あ、ごめん、内側にちょっとスイングするのと、あと前後可動があります。それから腕。ここにロールがあって、一軸。それからここがロールするので、ここを使って二軸といった感じですね。ここまでです。 それから、この手首なんだけど、実は僕、ビームライフルを持った時に、安定するために、ここにパーツがかまされてるんですね。これが今ついた状態になってます。このパーツは隙間隠しにもなるのでおすすめです。これ外すとね、可動域広がります。それから腰。 ここでロール可能。前後可能可動もできそうだけど、ただただみちみち言うだけであまり動かないので、まあ、このロールのみといった感じです。足回り行きましょう。フロントスカート、サイドスカートがボール接続。で、これがちょっと厄介で、足を動かすと限界のところまで行くと、ポロッと取れます。まあ、多分ここまでかな、足の上に上げるのはね。で、膝は二重関節となっていて、ここのダイキャストパーツがしっかりと深くまで曲がり、 えー、さらにね、奥まで押し込むと、この外装のパーツが押し込まれるというね、中に入るギミックもあります。そうだね、膝の可動範囲は広い。そして、かかと、えー、足首なんだけども、ここちょっといじり方注意で、つま先、それからかかと、これが独立して稼働します。二つ合わせると、まあ、こういう感じですね。で、これ前後可動がないので注意。で、か、つま先の部分だけこういう可動があるんで、 まあそのポーズに応じてここを動かすといった感じですね。あとは横ロールがあります。あとはリ、えー、バックパック。ここのサーベルのグリップのところがこのように稼働します。バット直前のポーズとかね、できるわけです。各部を動かしてアクションおなじみのこのポーズですね。これできます。が、残念なことに、サイドスカートがボールジョイントの限界域を超えるんで、どうしてもね、取れちゃいますね。 ここはもう少し、もう少しだけね、工夫が欲しかったかなと思います。劇中ではコミカルなイメージもあって、歩くガンダム、踊るガンダム、といった感じでね、本体だけでも十分楽しめます。武装を装備、ビームライフル、それからシールド。共に保持力は良好。このシールドは腕横にジョイントもあります。シールドはギミックがあるのに一体感があって、まあ、しっかりしてるっていうところと結構ボリューミーです。 あとはビームライフルもガンメタの塗装がとっても綺麗で、この先端の部分にね、ビームエフェクトやガンビットの一部を取り付けることができます。ライフルのビームエフェクトは、こういう感じですね。武器を持たせて、アクションうん、かっこいいポーズ、決まりますね。で、やっぱりね、あの、ビームライフルを普通の状態で持たせる分には問題ないんだけど、ガンビットだとか、こういうエフェクトを取り付けたときはさっきのリングパーツが必須になります。あでもこれ迫力があっていいですね。 ディスプレイスタンドにセットすれば浮遊感のあるポーズも撮らせることが可能。セットした時の安定感も結構あります。ビームライフルはここに穴が開いていて専用のアタッチメントパーツを取り付けることによって背面に取り付けておくこともできます。付け根がボールジョイントなんでフリーポーザブルですね。さあ次はビームサービル。エフェクトの部分はクリアブルーになっていて スタンドも結構急な角度でもちゃんと対応しているので、ポーズの取らせがいがあります。さあ次はガンビットのギミックですね。これちょっと紹介します。シールドのグリップパーツは2段階で外すことができます。後ろこういう風になってます。外す順番がある程度決まってるんで、ちょっと紹介します。こんな感じでまずこの2つを取り、あとはここですね。それぞれしっかりとした接続、 ジョイントがありますここはボール軸なんで、グッて押して、こうやって外してください。稀にボール自体がこう抜けるときもあるんで、まあその都度、ボールが取れたら軸だけ外すという感じですね。こんな感じでどんどん取れていきます。ここの中央部分でロックジョイントがあります。こうやってしまって、この軸で外すといった感じですね。で、最終的に、 このパーツになるという感じ外した後はさらに一部のパーツは組み立てますこれとこれがこういう風にくるっていう感じですねこれポイントはちょっと斜めになってますこのパーツがこの斜めに対してまっすぐじゃなくて、まあ、穴に対してまっすぐなんですねちょ,ちょっとコツがいる、まあ、こうじゃなくてこういう角度これでこう押し込むような感じですね裏から見てここが平らになるような感じこうです でさらに後で解説するんだけどここも取れますでこれがライフルにね接続できるパーツにもなっていますこれも後で解説しますそしたら本体の各部にハードポイントがあるのでそれぞれを取り付けていくと最後に肩アーマー。 じゃん装着完了これがビッドオンフォーム。またシルエットが変わるところがいいですね。装着方法もスムーズだし、ちゃんと設定通りなところが、これまたいいです。あとはさっき触れたこのパーツですね。まず外すとこういう風うになります。そしたらそれぞれの接続ピンを収納して、で、ライフルですね。よーく見るとね、この中に切りかけが、 あって、あ、ちょっとわかりづらいなぁ。あ、見えるかなここの凸がね、噛み合うように取り付けます。二つを、あの、くっつけた状態じゃなくて、くれぐれも分離させて、こういう風に取り付けてください。じゃんこれでロングバレルタイプになります。このガンダムエアリアルは、こういうプレイバリューがあるところがいいね。で、ガンビットに関しては、あの、ロボット魂なんかでは、こう、付属してたんだけど、こう、 ガンビットをね、こう射出してる状態の、ああいうスタンドまあそういうのがあればなお良かったかなとは思うんだけどね。まあこのプロポーションだとかギミックに関しては言うことなしだね。ここまでで様々な武装を持たせて、まあアクションとかいろいろさせてみたんだけど、まあポーズそこそこ決まるね。で、あとは全体に合金パーツが使用されてるんで、安定感がすごくある。そこはやっぱり超合金問いならではだなと思いましたね。本体や可動、ギミック、アクションは こんな感じ。さあ、そしたら最後は比較ですね。いろいろ用意したんで、どんどん並べていきましょう。いつものガンダムですね。頭の高さ18センチ。大体同じです。それから同じくガンダム。これは超合金ブランドのガンダムファクトリー横浜のやつですね。それから超合金ブランドではないもののダイキャストパーツがふんだんに使用されているメタルビルド。ガンダムエクシア。メタルコンポジットというね、やつもあります。 これはかなり昔に発売されたやつですね。バージョン KA。カトキはじめさんの、まあ通称カトキガンダムってやつですね。プラモデルなんだけど、前作の、えー、テレビアニメですね。鉄血のオルフェンズ。ガンダムバルバトス、えー。第4形態ですね。2007年からのテレビ放映順に色々と並べてるんだけど、まあ一口にガンダムと言ってもそれぞれが違いますね。 あとは合金の重量感ですね。両脇の2体よりも今回のエアリアルの方が少し軽いかな。あとはやっぱ最後はこれでしょう。まあ、ハイグレードですね。まあいくつかこのエアリアル発売されていると思うけどこれはハイグレードですね。これも割と設定に近いんだけど結構ねプロポーションがヒロイックなアレンジになってるんだよね。お母さんから教わらなかったんですか <laughs> 同じものを2つ買うと。 違うんだよ、母ちゃんというわけでね。<laughs> こうしてみると、今回の超合金のやつはかなり設定画に忠実だっていうのがね、わかるかと思います。まあ、そうじて大きさがスケールが大体どれも100分の1スケールなんで、コレクションに並べてもしっくりきます。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回の超合金、ガンダムエアリアルのレビューいかがだったでしょうか こう一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。そうだね。あの、一発目のフラッグシップアイテムとしては非常にいい出来だなと思いました。これはとにかく設定に忠実なダイキャストが使用されたモデルとして考えるのがいいかなと思います。あの、デザイナーによるアレンジの効いたメタルビルドだとかね。まあ、こういうのってマーキングがたくさんあったりとか、まあ、質感がちょっと違ったりとかするんだけど、そういったモデルも今後もしかして出るだろうし、 これじゃなくてもっと稼働が優れてるものっていうんであればロボット魂を買ったりとか。まあいろんな商品出てるんでね。この商品にはこの商品のいいところがあるなと僕は思いました。そうじて僕は大満足です。今回の動画面白かったら楽しかった参考になった俺も超合金、ガンダム、水星の魔女が好きだという方ね。チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。あ、おたわ、単純にこの大きさいいねとか。 あ、僕も本編見たよとかね。あの、あの、ちょっとごめん、話ちょっとそれていい。この平手表情がついてんだよな。なんか、あの、劇中の、あれを思い出すね、とか。他にも、今回のおもちゃのこと、僕へのリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。まってねー。 ガンのミッションを繰り出せよ変形が赤憧れてた夢のトランスフォロー No!